こんばんは。ちょっともう一回行きましょう。せーの、こんばんは。11月18日月曜日夕方のいばきろディビステーションのお時間です。はい、この時間もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もはははって言っちゃった。そうですね、はい、髪がふわっとなってしまうとは仕方がないですね。そう俺のせい。そうですね。そうですね、はい、すみません。はい、はい、ということで、はい、夕方もね、はい、始まりました。始まりましたけれども、はい、どこ行ってたの。うん、そうさ、お昼いなかったですよね。石岡市へ。石岡市へですね、はい、ちょっと取材行ってまいりまして、はい、はい、早ければ明日にでもお目にかかれるのかなと思いますので、はい、おー、何でしょう、何でしょう、何の取材だろう。なるほどね、はい、気になりますね。あれでしょ、お昼話してたんですけど、はい、どんな週末を、どんなつまらない週末を。何でもつまらないって決めつけたんですけど。なんで来てなかったじゃん、イベント。イベントね、どんなつまらない週末をお過ごしになられたんですか。ですね、どんな無駄な時間をお過ごしに。土曜日は洗濯物を大事ですね。大事ですね。まずワイシャツをね、ワイシャツをね、洗いまして。なるほど。で、日曜日は、ワイシャツ以外のものを分けて洗ったんだ。お部屋の掃除をね。あ、久しぶりに本当部屋の荷物をすべて隣の部屋に移して、はい、こうね、濡れたやつで、くる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 と、そうです、はい、やりまして、もうお部屋綺麗だと気持ちいいですね、やっぱり。気持ちいいですよね。はい、ですので皆さんぜひですね、お掃除しましょう、毎日。お掃除は毎日してください。週末に食べるもんじゃない、週末はお出かけするもんですよ。まあ理想はそうですね。そうですね。あ、ね、昨日、はい、あんこ、どうでしたか。はい、あんこ祭り、あんこ祭り、すっごい大盛況だった。はい、わあ、10万人、10万人、はい、すごい、10万人、すごいかったですね。ガルパン効果なんてね。ガルパン効果、そうです。そしてね、はい、私実はですね、はい、もう超自慢、これお昼も言ったけど、夕方も言いたい超自慢。何ですか、僕聞いてない。あのね、はい、ガルパンのメインの5人いるじゃないですか、はい、あのチーム5人、はい、5人の声優さんたち、5人がこう目の前に並んでるんですよ。はい、で、うん、こっちは僕だけのマンツーマンの対談。おお、すごい。対談じゃないな、インタビュー。すごい対談ってね。朝まで徹底討論みたいな。しかも対談できるぐらいのチームで自分あげちゃったけど、ね、違う。そうですね。すごいね。いい人。かわいい。いや、かわいい。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 わあ。もう羨ましい。何それ、羨ましい。羨ましいですよね。やってきちゃった。その模様見れるんですね、イバキラで。いや、ね、それが、うん、その映像っていう感じじゃなく、ちょっとね、テキスト取材、なんだお話をお伺いしてって感じで。じゃあもう本当しっかりインタビュー。そう、インタビューしてきたんだけど、もうね、面白かった。もうインタビューっていうか、はい、みんなでキャピキャピお話ししただけで終わってた。女子会に混ざった感じ。知ってるみたいな。あれちゃんとしたインタビューをしなくちゃいけない場に 、はい、俺を生かしちゃダメだと思って。生かしちゃダメだって。楽しそうでしたね。俺が自分でやっときながら、はい、うん、俺じゃないかもしれない。そのぐらいちょっとすげえ楽しい時間。あ、でもそんな和気あいあいと過ごせたんですね。ね、そうなんですよ。羨ましいですね。はい、ね、取材模様もお楽しみにということで。はい、はい、で本日もね、いろいろんな、はい、そうです、はい、毎週、週の頭はですね、はい、NPO 市民社会を作るをテーマにですね、はい、いろんな方にお話をお伺いしますので、はい、うん、今日もたっぷり聞きますよ。ためになる、はい、ために なりかつ、うん、そしてどこか哀愁の漂う、うん、そんな素敵なお話が。哀愁好きですよね。哀愁好きですね。いろんな時に哀愁漂わせますよ。もうね、ちょっと今スタンバイしてるお二人の顔が見えたんだけど、はい、だいぶ苦笑いだった。俺たちはそんな感じで振るんじゃねえ。でもしっかりちゃんとした、ね、はい、活動されてますので、はい、この後すぐですね、いろんなお話聞けたらなと思います。はい、さあ本日もね、はい、いばきら TV ステーションへ のご意見ご要望、はいはい、こちらのアドレスですね、はい、ステーションアットマークいばきら .tv、 ステーションアットマークいばきら .tv、まで、どんな週末を過ごしたかとかね、はい、そうですね、はい、エピソードでも、そうですね、はい、大沢さん今日はのファッションとかね、はい、あと須藤くんの悪口とかね、いろいろいろんなのをこう送っていただけると、はい、はい、と思いますので、皆さんぜひ、はい、ご意見お待ちしております。はい、それでは、はい、夕方も元気よく行きましょう。はい、行きましょう。いばきら TV ステーション、行ってみて。
いわきらいです。毎週このお時間は茨城新聞とのコラボレーションで市民社会を作るをテーマにお話をお伺いいたします。本日はルーラルカンパニー喜瀬代表の根本健一さん、こんばんは。そして NPO センターコモンズの大野さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ本日のテーマ出ておりますけど、古民家などを地域資源として活用するということで、ルーラルカンパニー喜瀬代表ということですけども、根本さんはこちらのルーラルカンパニー喜瀬とは一体どういう団体になるんですか？はい、私あの、ね、ニュータウンで名高いつくばから参りました。あ、そうなんですね。はい、ただ一方でつくばさんに代表されるようにですね、万葉の時代から永遠とこう営んできた歴史のある地域でもありますので、まあ、そういう一面をつくばの街づくりに少しでもお役に立てたらいいのかなということで活動しております。つくばといえば研究学園都市ですもんね。そうですね。それで有名ですので、どうしてもそういう技術とか研究者、発展した市っていうイメージがやっぱりありますけれども、それとは逆のつくばの歴史、万葉の時代から昔からある自然をということです。はい、まあ、つくば市は大きい自治体ですけどもね、はい、全体の9割近くはそういった歴史を継承している土地柄ですので、まあ、私どもが活動してます喜瀬というのは、まあ、実は地名なんですけども、その周辺の一角にございます。喜瀬、はい、地図の方をご覧いただきたいんですけれども、はい、左側に、筑波駅、右側の、水面が映ってますけども、そこが土浦になりますけども、ちょうどその中間の地域に、ございまして、まあ、ご覧いただいているようにとても緑の豊富な豊かなところなんですけども。そうなんですね。あそこが喜瀬っていう地域になる。はい、そのルーラルカンパニー喜瀬っていうのは、まあ、そういった自然の方に、まあ、筑波市の中の焦点を当てて活動されているんですね。まあ、私もともと学園都市の開発の方の仕事を長く携わってきたんですけども、そうなんですか。まあ、ちょっと振り返りましたら、地元の農家の長男ということでもありましたので、なんかそういう立場から、筑波で仕事をできたらいいのかなということで途中でトラバイしたんですけども。それいつ頃？もう四半世紀前ですので、もうだいぶ前ですね。まあ、当時は筑波もですね、まだ出来上がったばかりでしたので、今のようななかなか賑わいも難しい時代があったんですね。まあ、そういう時に移り住んだ皆さんのお話聞きますと、もうちょっとこう潤いが欲しいよねとか、文化が欲しいよねっていうような話をたびたび聞いてたんですけども、どうも聞いてみますと、田舎には名もなくこうそういうものがこう横たわっているいう場所のようにも見えまして、で、まあ、私実は絵が好きなもんですから、最初にギャラリーを開いたんです、その田舎にですね。そうしましたら大勢の皆さんが足を運んでくださって、なかなか田舎もただね作物作るだけじゃなくて、いろんな役目を果たせるんじゃないかなってちょっとまあ仮説を立てましてね、それ以来なんか向こう岸で仕事をしてみたくなりまして、今に至ってます。ルーラルカンパニーっていうのは一つの 会社になるんですか？ね、まあ、農家ですから、もちろん先祖から引き継いだ田んぼ畑、それから里山と言われているいわゆる雑木林ですね、そういうものも引き継いでるんですけども、まあ、作物作りはね農業としてやってますけども、まあ、新しいことをそれに加えようという時になかなか個人ではできないというところもありましたので、法人にしたり、あるいは少し出資を募って会社として取り組んでたりというものをこう組み合わせしています。NPO としての活動なんかもされている、そうですね。で、まあ、家庭を抱えてますので、当然
ある程度 の所得収入ということを前提としてやりますけども、なかなかそれだけではその農村の魅力をこう伝えていくのには片手落ちのところもありまして、まあそういう部分はもう郷土愛でボランティアでやっております。はい、実際どのような活動をされているんですか。ちょっとご覧写真ご覧いただけるといいんですけども、もともとつくばにはですね、農閑商い都政という言葉が残ってまして、いわゆるこう自給自足的な時代のことなんですけども、野良仕事、山仕事、手仕事っていう3つの仕事をこう組み合わせして営んできたんですね。野良仕事っていうのは作物作りなんですが、山仕事っていうのはさっきも触れました、その必ず農家はその里山雑木林を抱えて炭とか薪っていうのを供給を受けたり、それから下草をその堆肥として、使ったりっていう風なセットになってたんですね。それから冬は農閑期って言われますので、あまりこう野良仕事はありませんでしたので、お家の中で必ず土間っていうのがあったんですけども、そういうところでいろんな農業資材を作ったり、それとか味噌とか醤油というようなものもね、それぞれのお宅で作ってた時代があるんですけども、ですから農家というのはただその暮らすための建物だけじゃなくて、そういったその農作業をするための建物とか、いろんなその付属の建物がいっぱいあるんですね、敷地内に。まあそういうのも最近はね、スーパーに行けば何でも買える時代ですから、もう役に立たなくなった建物が敷地の中にいっぱいあると、まあそういったものも当時の仕事を、まあ、復元とは言いませんけど、今の時代のニーズに合わせて、仕事を持ち込むことで新たにこう活用の道が開かれる、そんなふうに思いまして、まあその敷地内の建物なんかはいわゆる当時のその手仕事の延長のいろんな工芸の世界の皆さんに来ていただいて、一緒にいろいろクリエイティブにやってるんですけど、時代が変わったのでそこの建物でやることは変わったけれども、その建物自体を再利用、そもそも始められたきっかけっていうのはどういったきっかけだったんでしょうか。まあ先ほども触れましたけど、学園都市の開発、ちょっと、まあ鹿島開発にも関わったんですけども、なんでしょうね、あとはまあ自分がやっぱり生まれ育ったその DNA っていうかね、そういうのも影響したんだと思うんですけども、まあ、農家の長男ってやっぱり家を守るっていう教育を受けてますから、そういうのが当然源流としてはありますけども、あとはやっぱり筑波っていう変化の激しいところの中で自分の立ち位置をどこに置くかっていうのは当時僕なんかの世代としてはこう結構揺れた、そうですよね、一番町が変わっていった時代ですよね。で僕の場合にはそういうことで、今のような立場の方に軸足を置いた少数派ですけども、でもどっちにも携われられてるってことですもんね、言ってしまえば。そうですね、まあそういう向こう岸のことをつぶさに見たことで、自分のこう原体験の中で次第にこう考え方が絞られてきたっていうのは当然あったと思います。生まれ育った土地ですもんね。後半もなんかたっぷりと活動内容、その成果とかもお伺いしていきます。それでは一旦お知らせです。
のようないろいろな活動されてると思うんですけれども、はい、その中でも具体的にどういった活動されてきたんですか。はい、さっき触れました規制ではね、はい、農家の3つの仕事を組み合わせして家業としてやってますけども、はい、なかなかそれだけでは田舎の魅力をこう伝えきれないということもありまして、はい、ここ10年ぐらいNPO 活動もしっかりやっております。はい、例えば筑波地方にはかつて灌漑用の風車が数百基にもあったんですね、はい、それはもうそれでも田んぼを潤してたんですけども、そういうものもまあ忽然となくなってしまいましたので、たまたま資料があったもんですから、はい、そういうものを復元してご紹介したりですね、それからまあ田舎風情をぜひ子どもたちにいろんな体験していただこうということで、はい、宿泊行事キャンプ行事なんかを組んだりですね、それから筑波はまあ比較的スクラップ&ビルドで今に至っておりますので、はい、なかなかかつての様子を伝える建物なんかも少なくなってしまったんですけども、はい、石蔵がございまして、はい、そういう石蔵を新たに活用してですね、はい、なんかこう地域に話題が出せたらいいのかなというようなことをやっております。イベントみたいな形で何かやられるんですか。そうですね、石蔵ではちょっと次の写真ご覧いただきたいんですけども、つくば市のこれは実は木瀬から出まして、つくば山の本当の麓の方での取り組みをやってるんですけども、はい、そこも歴史のある、ま、界隈になってまして、はい、まあ、石蔵を使って、イベントをやる、うん、加えてその地域の皆さんと一緒に地域祭りとして、はい、今に至ってまして、まあ、私は今となってはちょっと規制の方に軸足を移してるんですけども、はい、地域の皆さんがそれを継承して続けていただいてまして、とても嬉しく思ってます。うん、本当、まあ、規制以外にも今の場所であったり、うん、本当が研究学園都市だけではないんですね、いっぱい、うん、まあ、それがつくばスタイルって最近言われてますけど、はい、そういう田舎的なものと、はい、新しいものとが程よくコラボレーションできてる状態がつくばらしさ、つくばスタイルじゃないかなっていうふうに理解してるんですけど。いいですね、つくばスタイル、はい、初めて聞きました聞いたことありました。あります。え、うん、そうなんですか。へえ、あ、じゃあもう浸透してるんですね、つくばスタイルって。うん、うん、まあ、実はそういうネーミングに至った経緯にもちょっと関わってまして、まあ、私なんかはねその田舎勢の一人ですけど、はい、うん、筑波のイメージ作りにそういうのがこう絡めたっていうのはなんか楽しそうですね。根本さん、もう筑波に根本さんがいなかったら、いや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 、いや、そんなそんな、うちもなければいや、本当そうですよ。でもいろいろな活動をこう見ている方もなんか参加したいなとかきっと思うと思うんですけども、はい、一番近いところですとどういったことが参加できたりしますか。実は2週間後に控えてるんですけども、はい、これは規制での取り組みのことなんですが、はい、実はキャンプ場とか陶芸というような施設をやってるわけですけど、うんうん、実は薪が日常の一つだったんですね、はい、薪を使ってその炉を炊飯したりとかですね、はい、それから焼き物をしたり、はい、で最近薪ストーブを愛好する皆さんが増えてまして、たびたび薪を開けていただきたいというような話をいただいてたもんですから、まあ、薪を作るということはその地域の森を管理するということにもなりますので、ぜひ皆さんに参加していただいて、この薪作りを通じて里山の保全活用にお役に立てたらいいのかなということで、これ11月30日、はい、森の恵みで薪作りというようなイベントも予定しております。もう2週間、来週の土曜日ですもんね。そうですね、すぐですね、はい、ぜひこちら気になる方は、ね、まあ、
ね。だいぶ寒くなってきましたから、もう薪も待ったなしの状態ですので、はい、それでは最後に根本さんが今まで活動されてきて感じたことですとか、何か皆さんに、視聴者の皆さんに伝えたいことをお願いいたします。はい、まあ、私も四半世紀余り、これまで申し上げたような取り組みしてきましたけども、最近若い皆さんが非常に興味を持ってくださいまして、先ほど その手仕事を手掛ける皆さんとかですね、それから新たにその農園をやってみたいというような若い皆さんがたびたび相談にいらっしゃるようになったんですけど、そういう皆さんが少しずつこう力をつけて、私どもの周りで活動してくれてるっていうのが非常に最近楽しみになってます。結構ね、茨城ってこういう田舎暮らしとてもねしやすい場所もあるので、ぜひ一度参加してみて、なんか自分の地域でもこういうなんか田舎暮らしをこう、まあ、いろんな人に参加してもらってやりたいなという時には、ぜひまずはご相談いただきたい。そうですね、はい、まあ、なかなか若い方には見えないところもあるかも分かりませんけど、まあ、そういったのはそのアドバイスを惜しみませんので、はい、まあ、いろんな体験をしていただくければいいんじゃないかなと思ってます。実際にやっぱ体験してみないとわからないことがありますからね。そうですね、はい、詳しい内容はホームページございますので、こちらルーラルキセデ、ひらがなのキセデも検索されるということですので、こちらですね、ぜひチェックしてみてください。本日はルーラルカンパニーキセの代表の根本さんと、そして NPO センターコモンズの小野さんにお話伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上、茨城空港から出かけよう。茨城新聞ニュースをお伝えします。まず最初のニュースはこちら。はい、第17回お笑いあんこう祭りが昨日、お笑い町港中央のお笑いマリンタワー前広場などで開かれ、大勢の人出でにぎわいました。お笑いあんこう祭りは特産のあんこうを PR しようと毎年開かれています。大洗が舞台のアニメガールズ&パンツァーのイベントも開かれたため、過去最高の人出となりました。地元の料理人によるあんこう吊るし切りの実演では、皮やエラなどが順番に切り取られ、17キロの大きさのあんこうはあっという間に解体されていきました。また会場では大きな鍋で2000人分のあんこう汁が作られ、1杯100円で振る舞われました。長時間並んだこともあって、来場者たちは美味しそうに頬張っていました。美味しいです。いや、たまにですね、こういう季節になるとあんこですね、美味しいでございます。たまにしか、昨日食べたばっかりなんですけど。この日は大洗町のイメージキャラクター荒いっぺも初めてお披露目されました。先に
この何さんに打ち上げられておりまして、その打ち上げられていた荒一平をですね、漁業の経営者の方々が助けてくださって、今日ここに誕生することができたところであります。これはシラス、ハマグリ、ガルパン関係では関連グッズなどが販売されて人気を集めたほか、アニメの声優や挿入歌の歌手ら7人が来場し、大勢のファンでにぎわいました。また地元商店街では道路を歩行者天国にして、アニメキャラなどを車体にペインティングした自動車や自転車のコンテストが開かれました。続いてのニュースはこちらです。はい、関東一を誇る直径 3.5 メートル、深さ 1.1 メートルの大鍋を使った第16回山形塾芋煮会が16日に常陸大宮市の清流公園で開かれ、多くの家族連れなどでにぎわいました。地元山形産の里芋をはじめ、奥久慈シャモ肉や玉こんにゃく、ネギ、ごぼうなど地元の食材をふんだんに使った芋煮はおよそ5000食分。そして、皆様、一番向かって左側、左側。紅葉に彩られた久慈川沿いの清流公園に常陸大宮の味の香りが漂うと、出来上がりを待つ長い行列ができました。あ、とても美味しいですよ。はい、里芋が美味しいです。あとシャモ肉も美味しいです。会場には名物の芋串など地域の特産品販売コーナーも設けられ、家族連れなどが奥久慈の秋の一日を満喫していました。さあ、続きまして茨城新聞ピックアップです。本日夕方はこちらの記事、常陸太田おにぎりコンテスト福地さんに最高賞、こちらの話題です。常陸太田市産のコシヒカリを使ったおにぎりやアイデアを競うクジラ米おにぎりコンテストが昨日、常陸太田市の常陸太田秋祭り特設会場で開かれました。最高賞となった県立大谷高2年生福地由美さんのきんぴら風おにぎりは、ごぼうや人参、しいたけ、白ごまを入れ、醤油や砂糖で味付けしたもの。コンテストで高校生がグランプリを獲得するのは初めてだそうです。福地さんは母親からアイデアをもらい、地元の農産物を自ら調べて具材に取り入れたといい、グランプリになるなんて思わなかった、お母さんに感謝したいと喜びました。グランプリ作品は今後市内のスーパーなどで商品化され店頭に並ぶそうです。以上、茨城新聞ピックアップでした。今週のプレゼントはこちら、高木商店のうまいもん缶詰セットです。株式会社高木商店は昭和初期の創業以来、水産業に従事し日々努力を重ねてきました。缶詰に使用する魚は主にサバ、イワシ、サンマなど、それぞれの魚の一番おいしい時期に揚がった良質な魚しか使用せず、缶詰に入る野菜も契約農家からの取れたてで新鮮なものしか使用しないこだわりがあります。今回は株式会社高木商店からネギサバ3種類各2缶とごぼう、いわし煮付け2缶合計8缶セットを3名様にプレゼントします。応募期間は11月25日までとなります。
応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんの応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。いやうまそうね、相変わらずね。美味しそうですね。相変わらずね。あとあれ何でしたっけ、はい、茨城新聞ニュースの新聞ニュースのおにぎり、今の北千代市のおにぎりコンテスト、きんぴら風おにぎり、きんぴら、おいしそうですね。もう心がほんわかしませんしないんですか、中井さん。しません。今もうなんでですか、うまいもんどころからのほっこりな感じだった。わけがありません。ということで、はい、なめんなよ、うまいもんコレクションいわきらおにぎりコンテスト、イエーイ、テストしません、そんなのあれそんなのうちで、うち勝って負けてません。お当たり前じゃないですか、そんなの。今日は人が作ったものを見てほっこりするのは、はい、休日だけ平日は僕らは戦っていきます。お、なるほど。ということで、はい、どんぶりに、はい、ね、この間どんぶり選手権やりましたね。どんぶり、そう、先週ね、そう、まあ、あれもいいんですけれども、うん、お手軽料理といえばやっぱり、はい、おにぎりですよ。おにぎりですね。おにぎりだったりだとかね、こう、うん、ちょいっと食べれる、はい、おむすび、おむすび、ね、おにぎりなのかおむすびなのか同じですよ。ただでさ、落ちててすげえクレーム来てんだから、あの、あれで、はい、俺がいっぱい喋ってるから、たとえ君ら2人が余計なこと言って押したとしても俺のせいだよ。気をつけて、はい、気をつけて。よし、お手軽に食べれますから。はい、茨城大が考えるね、はい、おにぎりおむすびなのか、はい、何なのかっていうのをちょっとご提案したいなと思いますので、はい、はい、それでは、はい、ということで、はい、まずは大沢さんから、はい、私考えました、はい、考えました。あの、どんなおにぎりがいいかちょっと考えたんですが、うん、はい、先ほどね、あの、茨城新聞ニュースで、はい、あらいっぺ洗いって出てましたね。あのいっぱいシラスがこういうやつとかね、いろいろついてましたが、こういうふうにやってましたね。ね、元気な洗いっぺ、はい、こちらじゃーん、シラス出た、洗いっぺ、シラスいいですね。そして、まあ、ね、こう合うものと考えまして、はい、こういった体にもいい梅干し、こちら、あ、ね、二刀はね、はい、そうですね、梅、快楽園、快楽園梅、しかもこちら、うん、かつお梅、そしてこちらはごま、ごま、はい、卵ですよこれ、はい、こちらのね、食材をこう混ぜまして、うん、混ぜるの、はい、こちらの方にですね、ささっと入れて、梅干しも、うん、まあ、ちょっとこうほぐして種を取って、うんうんうん、お中に入れますね、うん、よいしょ、こんな感じで混ぜて、うん、シラスってそれって釜茹でですか、はい、生ですか。これは釜茹でです。で、ちょっとあの塩味がね、あの、うん、もうついてますので。なるほどね、はい、でごまを、うんうんうん、健康のためにごまを入れて、はいはいはい、食感もいいですからね。そうですね、これを混ぜます。混ぜ混ぜ、はい、混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜ、でも一応塩味とかね、梅の味がついてるんですが、はい、まあ、お好みで、うん、まあ、ちょこっと醤油を垂らしてもいいかなと思うんですよね。しょっぱくなりすぎない、まあ、あのご飯がありますので、うん、まあ、こうおかず感覚でちょこっとだけお好みで、ね、うん、はい、垂らしていただき、うん、混ぜて、これをおにぎりの具にしたらどうかと考えました、私。なんかあれだね、また、はい、あれだよね、はい、お気に入ってる感じが。何ですか、なんかありそうでない具ですよね。まあね、そうなんですよ。なんかちょっとさ、茨城食が、はい、すごいあるよね。そうですね、やっぱりそういうのいいよ、ね、茨城の美味しいもの を, 美味しいものを、はい、そしてこのね、真ん中に私いつもい、うん、ここに梅干しの匂いで、梅干しの匂いでジューッとなったけど、うん、はい、ここに今作ったこのね、うん、具を入れまして、そうなんですよ、詰めまして、うん、握りたいと思います。はい、こんな感じで、ね、手袋をして、よいしょ、そのまま丼で食べて、はい、いや、俺も今俺もう、あの、いつ、あれ、このまま食べてもいいんですけど、このまま食べないんですか、はい、って、うん、もうね、さあ、お弁当にもね、おさわさんは、はい、のおにぎりは三角なのか丸なのかはたまた私、あの、手がちっちゃいんですけど、でかっ
ちょっとこれ大きいですよね、この量が。ジャンボ大きい、大きいし、しかもあのこのビニールにつくでかあの普段はねあの水をつけて握るんですけど、ね、素手でね、素手で ね、はい、ちょっと今日は、ね、あのあえて 手袋で握ってるのでちょっと特大になってしまいましたがはい、こんな感じで握って、はい、三角のおむすびできましたここにですね、はいはい、あすいません中井さんありがとうございます。ここに、はい、まあ、ちょっと海苔をね可愛らしく、うん、切ったものを、そういうことだったのね、はい、なんだろう、そうなんです、こんな感じで、うん、ちょっとねデコレーションをして、うん、それはリンゴなの、はい、それとも口なの、あこれが口です、なるほどね、はい、オッケーオッケー、こんな感じで、はい、で眉毛、うん、こんな感じでね、あ可愛い、はい完成です、幸子おにぎり幸子おにぎり、はい完成そしてですね、でかいよちょっとご飯の量が多かったんですね、うん、きっと、うん、はい、そしてねやっぱりこう、うん、おにぎりのお供といえば、うん、お味噌汁、あなるほどね、はい、お味噌汁もね一緒に、はい、食べていただいて、はい、はい、はい、こんな感じです、うん、はい、はい、まあね、うん、どうですか、え、ごめん、でかいよでもこの子いいじゃないですか、海苔がね、はい、入れちゃってたから、あ、うん、そういった意味ではね、ちょうどいい、はい、なるほどね、え、はい、あのさち握りは、はい、いつもこんなこれがでかいの、いや、そんなことないです今日はあのたまたまこのご飯の量が多かったみたいで、なるほど、はい、わかりました、そうです、続いて中井は、はい、中井さんおにぎり、手巻きですよ、手巻き、手巻き、ちょっと変わった、変わった、いや、でもこれうまいから、おお、まずね、どんな、はい、まずこれこちらご用意しますが、カップヌードルでございます、カップヌードル、はい、え、一番最初に、はい、皆さんこれあのね、あのあれなんだけどね、ちょっとごめんねあのすごくカップヌードルを一番最初にお湯入れておきまーす、おー、はい、うん、お湯入れました、はい、ね、アシスタントみたいになっちゃいます、うん、はい、ね、これで一回お休み、はい、おやすみ、おやすみ、はい、こういうのはね、うんうん、おにぎりじゃなく、はい、簡単にできるね、うんうん、巻物を、ちょっとごめんね、はい、ご用意しようかなと思います、お、まず、はい、まずね、はい、あ、ごめん、サランラップ、サランラップ、サランラップありますかね、うん、はい、あ、持ってっちゃったや、持ってっちゃった、いいや、はい、まずですね、はい、これね100均とかで売ってるから、はい、持ってない人は100均とかで売ってるから、うんうん、はい、あ、サランラップが出てきた、はい、ですね、はい、これを、うん、まず、はい、みんなね、ポンってほら便利な世の中だよ ねサランラップって言ったら飛んでくるの素晴らしい連携プレー、はい、はい、よいしょ、うん、まあ、サランラップを敷いて、はい、まあ、ここにね、うん、こう海苔ですよ、お、うん、海苔ですよ、うん、ね、これ、まあ、ここに、はい、まず一番最初、うん、ご飯を、はい、置いていくわけですよ、なるほど、置いていくわけですよ、これね、みんなさ、家であんまり巻き寿司とかって作ったことないよね、そうですね、うん、巻き寿司はあんまり確かにないですね、うん、でもね、めっちゃ簡単だからね、そうなんですか、うん、なんかね、男飯にしてもいいぐらいだよ、すげえ簡単なの、この巻くやつがあんまり見たことないでしょ、でもね、これね、うん、100均で売ってるから、あ、100均で売ってるんですね、うん、あとね、これね、普段から俺がこうどう思われてるかが今ここに出てるんだけど、はい、ものすごく熱いあいつは熱々にしてやろうそこまで熱くなく、さっき、ね、はい、ちょっといわきで愛の最中に、はい、ご飯がちょっとカピカピになってきてたから、ちょっと冷めてきちゃってたから、はい、あ、ちょっとチンしといてもらえると嬉しいですってちょ上司に頼んだの、はい、上司にで、そんなに熱くなくていいんでしょって言ったから、はい、ああそうですねって言ったけど、はい、超熱い指先がはい、まあ、そうこうしてる間、まあ、ご飯をね、はい、これぐらい均等に、うん、均等に敷き詰めるわけですよ、はい、はい、そしてね、うん、こっからがあれなんだけど、はい、ここに、うんうん、具、これもね、全部100均で
今日揃えてきたやつなんだけど、はい、これボールとザルがあるわけですよね、はい、ここにさっきのね、だいたい今みたいな話をしながらでだいたい3分経つじゃない、はい、ね、それがをビシャー、おー、開けるんですね。開けちゃうんですね、汁と具で分けちゃう、はい、分けちゃう、なるほど、分けちゃってですね、はい、新しいですね、なんかでしょ、うん、ほい、うん、で、今度は、はい、これを、うん、あっついこれでしょうね、でしょうね、熱湯ですから熱湯ですからね、具と麺を、はいはい、敷き詰めていくわけですよ。おこれね、ポイントが、はい、あんまり時間経ちすぎないこと、こうあの3分じゃなく 2分ぐらいでいい、ちょい方、ちょい方で、あれによってはポットによっては、はい、温度設定できるじゃない、はい、だから98度とかあ、じゃなくて、80度とかのお湯で、うん、はい、2分とかでやるとちょうどいいかもしれない、うん、具も入れるんですね、具も入れるわけですよ、なるほど、はい、そしてご飯にラーメン、そう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 、そして、はい、まあ、またちょいとご飯で蓋をするわけですよ、さらにご飯を、そうそう、これね、そのまま巻いてもいいんだけど、はい、結構そのあのラーメンだからさ、うん、汁を吸ってるじゃない、そうですよね、うん、だから結構あのなんだ、海苔がびちゃびちゃになっちゃうから、はい、一旦ご飯で蓋します、そうですね、僕も思ったんですよ、うん、海苔がしなってしちゃうな、うん、うん、もうね、しなってきちゃってる、はい、うん、って感じで、はい、そしてこれを巻いていきます、うん、巻くの難しそうですね、巻くのって簡単にできるんですか、うん、分かんない、生まれて初めて生まれて初めてですか、うん、超簡単だよって言っときながら、はい、生まれて初めてはい、おい、お巻けるでしょうか、よいしょ、ということで、はい、ぐるんと、ギャッ、おー、行きました、まだこれね、巻くときにね、はい、気をつけないとね、はい、これ本当に本当にね、水分がすっごいあるから、なるほど、うん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 、うん、って感じで、もうごめん、いいや、サランラップいや、もうあの、すっげーホットで熱いですか、あの、くっついてきちゃった、サランラップが、あ、熱で、なるほど、ごめんね、よし、うんうん手にも、ね、食べながら、ね、もうすっごいくっついちゃってる、はい、いやー、やっちゃった、ご飯はみ出ちゃいますね、このご飯を入れる量も結構ポイントなんですかね、今ね、はい、今ね、だいぶね、うん、後から気づいた感じで、後から気づいた感じまあ量、ね、ご飯の量はね、入れる時に調整していただいて、なるほど、綺麗にご自身で巻ける量で、うん、何、あら、下が、そして追加で、それ俺をディスってる感じ今追加で海苔を巻いて、はい、そういう時はね、うんうん、巻くとギュッと、はい、いいですね、ギュッと巻いております、ギュッと、うん、しまして、はい、完成でございます、おお、巻けました、おお、綺麗にできました、これが俗に言う、はいはい、俺の巻物、俺の巻物俺の巻物、俗に言うと初めて初めて来ましたが、はい、そして、はい、これにですね、はい、包丁、包丁、包丁、はい、包丁、包丁どこあったかな、どこからから、はい、はい、来ますでしょうか、イバキラのね、すごい大事なところ、はい、うん、言えば出てくる、言えば出てくる、包丁まで飛んでこないですね、素晴らしいですね、はい、はい、来ました、ちょっと、はい、はい、そして、うん、これ、そうですよね、巻物といえばやっぱりこうね、うん、切ったらどうなのか、ワクワクですね、うん、はい、お、断面ね、こんな感じなんだよ、卵みたい、そう、本当ですね、でしょ、はい、で、これを、はい、これを、うん、こっからなんだ、食べ方、はい、食べ方、それさ、それそのまま食べるだけでしょ、そうですね、これを、はい、これにつけて、これでつけだれに食べるんですね、さっきのカップヌードルのスープにつけて、うんうん、いかがですか、お味はちょっと量多くなかったですか今、うん、中井さん一口でいきましたけどね、う
って感じなの。はい。これはずっと持たされてますけど。あの最初に須藤さんに持たせたこのポテトチップ何に使う予定だったんですか、中井さん。はい、でこれなんだけど、忘れてた。ちょっと。これ、ね、普通に忘れましたね。そうそうそう。はい、あのポテトチップスちょっと開けて、はい、これで、はい、お砕くんですね。砕くの。はい。でこれねコンソメなんだけど、はい、バリバリにした後、あれもうちょっとバリバリにしたらいいかな。おできるだけ細かく砕いて。できるだけそうそうそう、うん、できるだけ細かく砕いて、はい、こっちにバラバラってするの。スープに入れる。そう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 、スープ合いそうですね。そう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 、このコンソメスープってわけじゃないんだけど、これ食感がね足されるの。はいはいはい、これねちょっとまあ今回このボウルでだから汚いんだけど、はい、あのなんか綺麗な容器、お皿にやって、ね、そう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 って感じなの。なるほど。大沢さんちょっと食べてみない。あ、いいですか、食べても、うん、はい。本当はね、ちょっと巻いて。ほら、ありがとうございます。普通に巻き、巻き、すごい、ね、うん、綺麗にできますね。綺麗、はい、な、はい、ちょんちょんとつけて食べてみて。はい、はい、失礼します。こちらにつけて、うん、またこのコンソメのポテチが入ることで味が変わりそうですよね、うん、味変わるんだよ。はい、いただきます。食べて。うん、うん。合いますね。うん、B 級でしょ。 B 級なんだけど美味しいんだよ。ポテチの味もちゃんとコンソメの風味効いてます。そうですね、ほんのりありますし、うん、そうなんだ。ちょっとね、うんうん、決して料理を行った後じゃないこう残骸になっちゃったけど、もうちょっとちゃんと用意すればね、はい、あれ綺麗にできた、ごめんなさい。まずギュギュギュってやって、うんうんうん、それを切って、うん、つけて食べるだけ。じゃあ新しい食べ方でしょ。そうですね、うん、普通に食べるだけでなく、こう友達同士でこういったひと手間することで楽しんで食べれますよね。そうですね、うん、よかったら須藤さん私のこのおにぎり食べませんか。そうだ、食べなよ、ぜひ、うん、あの、はい、しらす、梅ごま、ね、うん、はい、こちら、ね、じゃあ可愛い子のお顔、はい、いっちゃいます、うん。汚いよ、ね、食うまで届いてない。今のところちょっとご飯のみなんですけど。はい、そっかそっか、次次だよ次、うん、どう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 。なんか意外と梅とかが強いのかなって思ったんですけど、うんうん、シラスが一番強いですね。あ、そうなの。はい、シラスの風味が一番強いです、口の中で。なるほどね、シラス美味しいですよね。美味しい、そして梅の風味とかも、ね、味もしっかり、カツオの、うんうんうん、なるほどね。美味しいですか。美味しいです。よかったです。ちょっと大きいですけど。なかなか具にたどり着かないっていう、はい、はい、まあまあ皆さんもね、こうおにぎりだったりだとか、ね、お寿司だったりとか、これも手軽に遊べるっていうかね、まあなんかお料理しながらね、そうですね、楽しんでね、できることなんでね、うん、そうですね、皆さんもぜひチャレンジしていただいてはいかがでしょうか。はい、はい、そしてお料理つながりということで、はい、この後はですね、はい、IBS のスクーピーレポートのコーナーで、はい、こちら給食のメニューについてのレポートということで。給食ってさ、はい、なんかいい思い出しかなくない？ねえ、やっぱり給食っていろんな懐かしい食べ物が、まあね、なんで、うん、ご飯の日に飲み物が牛乳なんだって思わなかった。そう、そしてご飯を口に入れた後に牛乳飲む人とかいますよね。そういうあれご飯に牛乳で、あれ、みんなの時はもう俺だけかな、はい、もう最近の若い人は知らないんだけど、はい、俺がちっちゃい頃、小学校の頃の牛乳って三角パックだった、うんうん、あ、三角ですか。そう、僕普通の四角いやつでした。私も四角でしたね。そう、こういうやつ、なんかおしゃれな感じですね、三角も。そう、はい、いやもう端の方とかすっげー飲みづらかったの。ストローが。そう、なるほど、これどうすんのみたいな。確かにね、そうなんだ、まあね、まあ、そんな思い出もありますけど、はい、最近の給食ってどうなんだろうね。ね、どうなんでしょうね、はい、見てみましょう。はい、 VTR どうぞ。こちらはつくば市狩間にありますつくば市役所のレストランソレイユにやってきています。近くには TX の研究学園駅などもあって、あの都市開発が進んでいるエリアにあるこのつくば市役所なんですけれども、皆さん突然ですが
最後に学校給食を食べたのはいつでしょうか。田中もねちょっと考えてみたんですけど、まあ、大体15年ぐらい食べてないからっていうところなんですよね。最後に食べたのが中学校なので、まあ、そういう形にはなってるんですけれども、まあ、学食ですとか、まあ、社員食堂で定食など召し上がってる方非常に多いと思います。だけど学校給食と名前のつくものは懐かしい響き含んでますよね。まあ、今日はですねなんとですねこのつくば市役所のレストランソレイユで学校給食が食べられるということでやってきました。もうお腹が空いてくる時間帯ですし、皆さんもちょっとお腹を空かせながら聞いていただきたいと思います。お話はつくば市の健康教育課管理栄養士の佐藤めぐみさん、そして須藤明子さんです。佐藤さん、須藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは佐藤さんに伺いますけれども、学校給食のメニューをこのつくば市役所のレストランで提供しようとなったこのきっかけは一体何だったんでしょうか。はい、昨年教育日本一キャンペーンというイベントで、各課がアイデアを出し合う中、主給食をレストランで提供すると面白いのではないかという話が上がってきましたので、そちらをきっかけで始めました。学校給食が食べられるレストランというのは、まあ、結構趣向を凝らしたところが、ね、結構全国展開しているところでもあって、食べられるものがないわけではないんですけど、市役所でっていうところがまた新しいですよね。そうですね、はい、私もこれをきっかけにいろいろ広まってきたらと思います。で実際に食べられるメニューなんですけれども、どういったものが。はい、実際のメニューとしては各給食センターで使っているあの実際に出されたメニューになるんですけども、ソフト麺であったり、あとは米パンとか、はい、そういう地場の食材を使ったパン、うん、そういったものも食べられます。なるほど。実はですね、私の目の前にもトレーの上に置かれている給食があるんですよね。もうこのプラスチックのトレーに、そこにお皿と、あとは深皿、あとはねこの赤い蓋付きのケースに入ったご飯もあるんですね。もう本当にこの並んでいる食器類を見てるだけでも本当に懐かしいんですけれども、ざっと今日のメニューを佐藤さんご紹介ください。はい、こちらつくば市立大子学校給食センターというところで、はい、10月3日に実際出されたメニューです。タンドリーチキンにひじきと枝豆のサラダ、あとポトフとご飯になっております。なるほど。ちょっと後で味見はさせていただこうと思いますが、まずお話を伺っていきたいと思います。はい、そして続いて須藤さんにお話を伺います。実際にこういった学校給食で出たメニューを提供するということが始まったわけですけれども、はい、実際に召し上がった方からの反応というものはいかがでしょうか。はい、とても好評をいただいております。袋入りソフト麺や赤い弁当箱に入ったご飯が懐かしい、わかめご飯や春雨サラダが当時のままの味で、とても懐かしいという声をいただいております。またお子様のいる方からは、子供と同じメニューが食べられて嬉しいといった声も入っております。懐かしいという声もあるということですけれども、その他にもやっぱり親御さんだったりとか、そのお孫さんがいらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんだったりとか、食べた方が実際に給食の献立表で見ているメニューを実際食べることで、またちょっと理解が深まるというところはありますよね。では私もいただこうと思います。早速ですね、ありがとうございます。じゃあひじきのサラダをいただきます。ひじきとこれはもやしと、あとはこの枝豆が入ってるんですけど、これお豆のついているもやし使ってるんですね。そうですね、はい、栄養価を考えて、そういったところにも工夫を凝らしております。じゃあいただきます。シャキシャキしてますね。はい、ありがとうございます。でもなんかこのほんのり酸味のある味が学校給食で食べた味です。懐かしいかなと思います。よく再現してもらってるので、そのままの味で提供できております。でも確かにこれは大人が不足しがちな栄養素もしっかり入っていて、普段あんまり野菜を召し上がらない方でも、やっぱりちょっと気をつけてる方にとって嬉しい献立になってますよね。そうですね、給食は野菜もたくさん含まれておりますので、とってもいいメニューだと思います。
そうですよね、はい、で須藤さん、この企画なんですけれども、はい、これからもやっぱりちょっと長期的に続けられる見通しはあるんですか？はい、現段階では来年度以降も、まあ、提供回数を検討しながら続けていきたいと考えております。またメニューの提供だけでなく、献立表や食育教材のページなど、健康増進運動の一環としての思いも進めたいと考えております。そっか、美味しいだけではなくて、はい、健康増進の狙いもやっぱり含まれているわけなんですね、はい、で気になる今後のメニューなんですけど、今日は10月3日に実際に提供されたものということなんですが、はい、今後のメニューの展開としてはどんなものを予定されているんでしょうか？はい、実は今月の30日に、つくば市民の日に合わせて、はい、学校給食でつくば市産のブルーベリー、ヤーコン、牛肉を入れた、その名もつくつくカレーを提供します。つくつくカレー、はい、面白いですね。でもつくば市でヤーコンなんかも作ってるんですね。はい、ヤーコンも、はい、作っております。はい、改めてこういった地元の食材を使ったメニューを食べることで、はい、こういったものが地元で作られてたんだって新しい発見にもつながりそうですね。はい、実際に学校でも誰々ちゃんちのお父さんが作ったものだから美味しいっていう声も聞いております。はい、より身近に感じられますよね。佐藤さん、最後にリスナーの皆さんへお誘いのメッセージをお願いいたします。はい、つくば市役所のレストランは誰でも利用できます。皆様のお声をいただきながら内容を充実させ、給食を学校だけでなく市全体の健康づくりに発展させていきたいと思います。市役所やお近くにいらっしゃる際、お昼ご飯の候補に入れていただけたら光栄です。皆様お待ちしております。ということで、今日はですね、こちらのつくば市のつくば市役所レストランソレイユにて、展開しています、実際に出された給食のメニューが食べられるというこういった学校給食の話題をお伝えしました。お話はつくば市健康教育課管理栄養士の佐藤めぐみさんと須藤あきこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。税務署からのお知らせです。平成25年分茨城県下年末調整説明会のお知らせです。税務行政につきましては、日頃から格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。さて、給与所得者にかかる年末調整説明会を開催いたしますのでご案内申し上げます。なお、説明会では年末調整の仕方および給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引きなどのパンフレットを用いて説明いたしますので、ご出席の際にはお持ちいただきますようお願い申し上げます。また年末調整関係用紙および法定調書の用紙が不足する場合には、説明会会場でお渡しいたしますので、会場受付にて担当にお申し付けください。用紙は従来通り各税務署の窓口でもお受け取りいただけますが、一部の用紙につきましては国税庁のホームページから各種用紙のダウンロードやコピーにより使用することができますのでご案内申し上げます。詳しくは国税庁ホームページへ。国税庁ホームページから関東信越国税局、関東信越国税局からのお知らせ、平成25年分年末調整説明会のお知らせという順にアクセスしてください。はい、今年も八郷名物しし鍋11月15日より始めます。今年も美味しい肉がたくさん手に入りそうなので、皆さん、張り切って食べにしてください。よろしくお願いします。12店舗のお店がいろいろ味噌味、醤油味、寿司の味を皆さん方に食べていただく、一生懸命頑張ってまいりますので、今年も八郷の自然を楽しみながら、ぜひしし鍋食べに来てください。よろしくお願いします。大人になってからも、はい、食べたいね、やっぱり給食食べたいですね。食べたいですよね、懐かしいですね。なんだろうな、何が一番好きだったろう、
私揚げパンとか好きでしたね。揚げパンは好きですね。美味しくないですか？テンション上がりますね。そんなに何回も出ないしね。そうなんですよ。俺あれデザートのフルーツポンチみたいなやつ、はい、あー分かります分かります、あれが好きだった。そうですね。そう、僕はお肉、北海道の唐揚げ、ザンギ、うんうん、おー、ザンギ、ザンギが、そんなのが出るの？出ます出ます。ザンギっていう北海道の食べ物なんですけど、そういう地元ならではみたいなのってやっぱりだから違うのかしら、うん、だと思いますよ。他なんか、はい、北海道ならではのこういう料理、いや僕の記憶もまあ曖昧ですけど、はい、カニとか出た記憶があります。カニ中学校かな、給食でカニですか？こうやって頑張った記憶がありますよ。いいですね。小学校中学校の給食でカニ、あ、出ました出ました。だってあのカニ用のやつついてきてましょう、箸とかじゃなくてその日。わー、ぜーなーにー、これだから、あー、1位の件はよいいですね。カニ給食でカニ、僕の意思じゃないですもん僕が出せって言ったわけじゃないですからね。いやだって茨城だってさ、美味しいもの絶対ありますよ絶対、はい、ね、食の宝庫ですから。そう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 、カニだって、ね、揚げパンで喜んでる、ね、俺たちに出すから揚げパンの時僕も喜んでました、いやまあ、でもあとね、はい、給食のおばちゃんって優しくなかったですか、はい、優しかったです、ね、うん、俺もね、うん、こう小学校の頃に、はい、すごい怒られたりだとかして、うん、でまあ、今となったら多分ちょっと問題になるんだろうけど、罰で給食抜きみたいなことされたことがあったり、先生に、その先生のこと未だに嫌いなんだけど手荷物本当嫌いなんだけど、はい、もう本当に嫌いなんだけどそんなにでそういう時とかに、はい、もうなんかすごいショックじゃないですか、うん、でそれなんかねテーブルクロスを忘れたりだとか、 あとなんか授業中になんか、遊びに行っちゃったりだとか、なんか俺したらダメなんだけど、それはダメですよ、ね、授業中遊びに行っちゃダメです。そういう時とかに、はい、さっきのね、そうおにぎりを、でっかいおにぎりを見て思い出したの、それあの、その給食のおばちゃんが、はい、その余るじゃん、はい、余りますね、そう、うん、それを、うん、こう余ったこの料理とこの料理を合わせてみたいな感じで、はい、その炊き込みご飯みたいな感じにしてご飯と合わせて、こんなでっかいおにぎりを作ってくれて、悪いことしたらあかんよわあ優しいって言いながら、そう先生からは仲いい食べ物だろなるわけですよ、はい、それには反抗してたけど、はい、その給食のおばちゃんにそのおにぎりを作ってもらって一緒に並んで座って食べながら、はい、あかんでって言われたら素直にうんって言えたよね。あ、まあ、そんな思い出もある幸子おにぎり。仲いい話ですね。仲いい話が出ましたね。いい、はい、まあ、そんなね、はい、ちっちゃい頃の思い出も何でもいいです、はい、皆さんねこちらの宛先まで、はいはい、ご意見いただけたらと思います。ステーションアットマークいばきら .tv、いばきら TV ステーションのご意見ご感想お待ちしております。お待ちしております、はい、そして、はい、明日のいばきら TV ステーションは、はい、明日のお昼の、あ、夕方ですね、はい、ゲストはマルシェドノエル実行委員会の方にお越しいただきます。はい、明日もお楽しみに、はい、お楽しみに、はい、そして今夜9時のいばきらナイトは美奈子は、美奈子一子の今夜も足がつりっぱなしですぜひご覧ください。それではこの後も素敵な夜をお過ごしください。では